皆さんこんばんは、マクガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。本チャンネルは瞬発的な説明力の向上という目的もありまして、台本なし、編集なしの一発収録で配信しております。そのため、お見苦しい点灯はあるかもしれませんが、どうかご容赦ください。はい、えー、それでは本日のテーマですが、映画ですね。でえー、映画チラシをお借りしまして、 50音順に、えー、映画をね、ご紹介していっております、このコーナーなんですが、本日は、ハーヒー風兵法の保弾ですね。保弾から2作品ということでいきたいと思います。はい。で、えー、このまた2作品もですね、まだ私予告編までしか見ていないんですけども、はい、えー、いきたいと思います、はい。では、よいしょ。こちらからですね。はい。 まあ本当にね、世界中にあのファンの多い、えー、ジャッキー・チェンだと思いますけどもね、はい、ちょっとねまた光の感じがょこちょっと暗めかもしれませんがこうしましょうかはい、っていう感じですかね「はいえー、ポリス・ストーリー・レジェンド」という作品ですねもうこれもすでに何年も前の作品になってしまいましたけども、えー、ジャッキー・チェンですね えー、誕生60年記念ということでの作品だったということですね。えー、ポリストーリーは、まあ、ジャッキー・チェンがとに私もファンですのであの、まあ、ジャッキー・チェンがというかそうです、ね、香港映画として好きで当然その何、ねえー、ですかね、えー、ジャッキー・チェンのその中で。 占める位置っていうのは本当にもう自分の中で大きな分かってるんですけどもまあそのジャッキー・チェーンも大好きでいろいろ作品見てきましたけども実はねまだこれ見ることができてないんですねでただまあポリストーリーというところでいけば1985年か4年ぐらいですよね第一作があってそこからもう定期的にこう作品を作られてですね、えー、ずっと、まあ、現在に至ってるのかなと最終今ジャッキー・チェーンが確か67歳ぐらいですかね はい2021年でねだからもう、まあ、引退ね時々ありましたよね「あの引退もうこれがあ俳優としては引退です」とかねいう宣言が出たかなと思ったけども結局その後ねまあ出続けてらっしゃって、まあ、あのファンとしては嬉しいんですけどね結局のところねやっぱりこういつまでも頑張って頂けるっていうのはね見てて嬉しいなと思いますけどもねというまあ,あそのジャッキー・チェンえー あ余談ですけど、皆さん、ジャッキー・チェーンの生まれた年ってご存知ですかねえ ?1954 年ですねで。1954年と言いますとですね、特撮ファンにとってはもう忘れることのない年ですよね。はい。なんでしょうというと、えー、ゴジラですね。はい。えー、ゴジラも1954年、昭和29年誕生で、えー、ゴジラとジャッキー・チェンは同い年ということですね。はい。という、まあ、あそういうちょっと、 えこぼれ情報ですけどもね、えー、いきたいと思いますで、えー、こちらですね、はい、えー、っとこういう感じですねうんどういう場面なのかなっていうのはありますけどねで、えー、そして「伝説」へと言ってましてはいえ、ね、こですね「自らの刑事人生ポリストーリーに決着をつけるためジャッキーが帰ってきた」シリーズ最新作にして最高傑作ねはいなかなかこう緊迫感のあるうこう デザインですよねポリストーリーって回を追うごとに結構こうリアルというかあの2作目の空論材すごかったですよねあれはなかなかあのリアルな感じで怖かった覚えがあります子供の頃るねはいで裏面こんな感じということですね、はい、でえっ、ー、とこちらがですねデータでいくと で2013年の、まあ、作品ということですねですから今から言うともう8年も前の作品になるんですよねはいで、えー、ジャッキー・チェン超人気シリーズポリストーリー史上最も壮絶なクライマックス、えー、じゃああらすじちょっと言ってみたいと思いますね前代未聞の大量人質事件発生自らの過去最愛の娘を巻き込む生涯最悪の事件にいかなる決着をつけるのか えー、ベテラン刑事ジョンは一人娘のミャオに会うため歓楽街の中心にある全面をコンクリートに覆われた巨大なナイトクラブ、えー、ウーバーにやってきた仕事に追われ半年ぶりに娘と顔を合わせたジョンは娘との慣れない時間を過ごしていたところ突然背後から何者かに襲撃されてしまう気が付くとクラブの出入り口は頑丈に閉鎖され ジョン親子を含む客全員は無数の爆弾が仕掛けられた建物内に閉じ込められていた建物を包囲した警察も全く手を出せない中事件の首謀者であるクラブの経営者ウーは警察にある取引を求めるこの牢状事件の裏にはウーが長年にわたって綿密に仕組んだの刑事人生の過去にも関わる恐るべき復讐計画が隠されていたですね まあ、単に、えー、たまたま捕まったとかいうわけじゃどうもなさそうという感じなんでしょうかね。はい、で、えー、これすごいですねこの、えー、ムビチ系ですかジャッキー各吹き替え、ね、石丸さん石丸ひろやさんと共演できる、ね、あの石丸さんというとですね私,あの私の,このタイチャンネル名にありますよ、ね、マクガイバー」というね、えー「冒険野郎マクガイバー」という、えー、ドラマの主人公のマクガイバーの吹き替えもされててね とにもこのウィットに富んだ吹き替えー、をできる方ですよね大好きな声優さんですねはい、えー、というですね1作目は、えー、ジャッキー・チェーン60歳の記念作品ということで作られたポリストーリーレジェンドのご紹介でしたはいでは次ですはい、えー、本日2作目はこちらになりますねこちらがですねちょっと待ってください画面が何かいがんでますかねよいしょこうかな はい、えー「ボーダー2つの世界」という作品ですね。で、えー、まあ北欧こちらスウェーデンですかね、えー、という位置が関係するのかあのうどうでしょうこう明るいという色彩じゃないんですよね。何かこうまあ あの北欧、まあ、どこまで範囲になるのか分かりませんけども例えば白夜とかありますよね何かこう,う,んこう昼夜がよく分からなくて境目がなくてずーっとぼーっとこうねなんかこうしているような何か夢を見夢心地のような世界そういう雰囲気を感じる予告編、えー、そして作品だったなという,うイメージがありますね。で私もこれれ劇場公開さてててるっていう時に予告編など見て どういう趣向の話なのかなっていうのはね非常に気になった作品でしたはいえー、まあじゃあちょっと見てみましょうか「えー、映画のボーダーを超える衝撃の傑作『僕の襟200歳の少女の原作者が送る切なくも切なくも美しい究極の北欧ミステリー」でこれはですね結構豪華版で2つ折りなんですね あのなので結構力を入れた作品だったんじゃないのかなと思いますがでも一応これまだ単観上映の多分作品だと思いますね。はい、でこういうね「えー、そううですねこ,ここを打ってみましょうかあ、六点トマト満足度驚異の97%」のね「北欧から未曾有の傑作現る」。 善悪これは美衆って読むんんでしょうかすいませんそれから「性別貧富国籍宗教誰がこの世界のボーダーを引いたのか国内ミステリー作家より絶賛の声続々」ということですねはいで、えー、北欧ミステリーというとということでいろいろここにね、えー、書かれてますけどもやっぱ「ミレニアム」はもう見ましたね全部見ましたねあの本国版の「ミレニアムね」ね三部作、えー、やっぱり どういういのかなやっぱ空気感、うん、でその怖さっていうのがね非常に、うん、あの伝わってきましたし中身もねあの入り組んでて面白かったですね,あがいたねで、えー、裏面ということなんですがこちらが2000こちらも2018年のスウェーデンデンマークの合作になるんですかねはい。 でボーダーダ何がボーダーなのかどういう話なのかということなんですがこのちなみに原作を書かれた人は北欧のスティーブン・キングと称されるということなのでスティーブン・キングというとね「スタンド・バイミ・ミー」や「ショーシャンクのソラニアイットや」や、えー、あとは「ミスト」とかねあの本当にこう,う現実と空想の境界線をなくしたようなうね、えー ことを現実世界に描こうとする作品では多いですよね。はい、じゃあですね。ちょっとここを見てみたいと思います。えー、あらすじですね。孤独な税関職員のティーナはある日謎めいた男に出会う。スウェーデンの税関に勤める。ティーナはえー、違法なものをち持ち込む。人間をかぎ分ける能力を持っていたが、生まれつきの醜い容姿に悩まされ、孤独な人生を送っていた。 ある日彼女は勤務中に怪しい旅行者ボーレと出会うが特に証拠が出ず入国審査をパスするボーレを見て本能的に何かを感じたティーナは後日彼を自宅に招き離れを宿泊先として提供する次第にボーレに惹かれていくティーナしかし彼にはティーナの出生にも関わる大きな秘密があったねうんまあ容姿というとまあ こう何かこう生物的な動物的なあ雰囲気を感じるねこういうメイクアップになってるのかなあのすいませんあのその辺が詳しくなくてごめんなさい見てないんでね、えー、ただそのここにもね、えー、こう自然の中にいて動物たちがいてとていうね、うん、その人間というとこの動物と何か境界とそこのお話になってくるのかなと思いますけども、ね、という作品に「ボーダー」ですねはい。 というわけで、えー、本日はこちらの2作品の、おと。しょ、ちょっとこうしましょうかね。はい、こちらの2作品のご紹介でした。え一、ー、つがポリストーリーレジェンド。そしてもう一つがボーダー2つの世界でした。はい、えー、どちらが皆さんの心に残ったでしょうか。よろしければぜひご参賞ください。はい、えー、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。この動画気に入っていただけましたら、あグッドボタン。 またチャンネル登録、継続視聴、お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。